ちは。私たち阿蘇市食生活改善推進協議会阿蘇支部です。今日の献立は菜焼きです。今回教えてくださるのは西村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今月の器はこちらです。阿蘇市阿蘇坊釜の、器をお借りしてきました。阿蘇坊釜さんの情報は番組の最後に載せておりますので、ぜひご覧ください。さあ西村さん、今日はいつもの場所を飛び出して、はい、そうですね、あのもう五角も綺麗に、ちょっと雪がまだ残ってますけど、その私たちの後ろには高菜畑が広がっていますが、川に広がってます、この阿蘇高菜っていうのはどんな特徴があるんですか？寒さにですね、もうずっと流されますでしょ。11月、12月、1、2、3月に収穫するんですよ。3月の末から4月にかけてですね、そしてもう寒さに追われてますから、茎がとっても柔らかくて、ちょっと辛みがピリッとからしみたいにして、そしてか油の中の油菜、かの中の高菜ですになるんですね、はいはい。じゃあ今日はなんと贅沢に高菜をこれから収穫して、その採れたての高菜でお料理を作っていただきます。どうぞよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今回は内野牧にお住まいの古賀さんの畑の、高菜を収穫させてもらいます。古賀さん、よろしくお願いします。お願いします。じゃあその高菜の収穫を教えてほしいんですけど、はい、高菜は折るって言うんですよね。折るで、折るの、ね、じゃあ今はちょっと茎がね短いですけど、そうです、茎がないけどですね、本来この高菜の根元をこう一本一本、折れるところから、あ、一番下が折ったら硬いところもあるからですね、じゃあ私もちょっとさせてもらってもいいですか？取ってください。これ折れるところから折った方がいいですね。よっ、よいしょ、折れたですか？あ、折れました。枯れ葉は取ってください。枯れ葉は取る、枯れ葉取る。今日はそんな古賀さんのね、畑で採れたこの高菜を使ってこれからお料理をしていただきます。すいません、ありがとうございます。あ、いいえ。で、西村さん、はい、高菜漬けから、ね、はい、作っていきますが、はい、まずは採れたての高菜と、はい、これをどうやって、はい、葉っぱのところをしっかり揉みます、お塩で、はい、そして1キロに対してですね、あの浅漬けだったら 3% から 4% のお塩をします、はい、それで揉みます、はい、このくらいでいいんじゃないかと思います。そうですね、はい、そしてですね、桶肌にですね、茎はだいたいつけない方がいい、葉っぱの方をつけた方がいいんですよ。葉っぱの方だけを桶の周りにこうします。だったら今揉んで入れましたので、塩と胡椒を軽くしときます。はい、ただきれいにですね、ビニールを高菜に沿って畳んで、で落とし蓋をしまして、重しをですね、2倍か3倍のおもしをのせます。でこれで、2、3日、そうですね、3日ぐらいした方がいいかと思います。今日はですね、あらかじめ高菜漬けを3日か4日漬けたものを用意して、高菜の白和えは普通ですね、よそは生の高菜を洗って茹でて、白あえするそうなんですよ。でも私のところではですね、高菜漬けを白あえにしたんですよ。あ、なるほど。漬物を、じゃあまずこちらの高菜漬けから。この音聞こえますかね、シャキシャキとして、私には聞こえます。少し苦味もあって、あ、そうですね、塩分ちょうどいいです。あ、そうですか、ありがとうございます。食べるとね、春が来たって感じですもんね。じゃあ続いてこちらの白和え、
高菜のお漬物の白和え、作った白和ですね、はい、いただきます。うん、これも優しい味ですね。あのごまとお豆腐のね、これからしが入ってますか？少し、はい、からし入れてます、うん、あ、とっても美味しいです。では最後の一品は、はい、なやきですね、はいはい。これね、あのなかなか多分皆さん食べたことがないと思うんですが、やっぱり阿蘇の地元の方たちは取れたばっかりの高菜でこれを作るんですか？そうですね、やっぱり最初のですね、うん、味覚っていうかですね、うん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 、まず材料が今日は椎茸と揚げ、そして高菜ですね、はいはい。じゃあまずはだったら煮えにくいものから最初切ります、はいはい。だったら椎茸と揚げを、はい、まずは椎茸と揚げを入れていきます。だったら高菜は茎の方からですね、はい、煮えにくいのでですね、入れます、はい。お砂糖を入れます、はい。砂糖と醤油を入れてしばらく、はい、もうでも、うん、阿蘇高菜のなやき、阿蘇高菜のなやきが出来上がりました。です、いただきます。うん、歯ごたえがいいし、あの炒めるとちょっと甘みが増しますかね。あ、そうですかね、うん、少しお砂糖も入ってますからね、うん、あと独特のちょっとこう青臭さというか、あ、そうですね、うん、青臭いですね、まだね、おいしい。もうこれは生のね、阿蘇高菜が手に入るところでしかちょっとできないお料理かと思いますがね、ぜひ皆さんも作ってみてください。今回の地産地消クッキングは特別編として春の阿蘇の味覚阿蘇高菜をご紹介しました、新鮮な採れたての阿蘇高菜はなかなか地元でしか手に入りませんが、阿蘇高菜の新漬けオンラインショップ阿蘇もでも、期間限定数量限定で販売していますので、ぜひチェックしてみてください。じゃあ今日はたくさんのスタッフと、そしていろんな裏方もね、そして古賀さんの畑で、お借りしてお送りしました。また皆さん次回も見てください。食べてみてください。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。今回は阿蘇市防中黒川にある阿蘇坊釜さんの器を使用しています。阿蘇坊釜さんでは阿蘇の自然のものを使用し、阿蘇を表現した個性光る作品が揃っています。